はい、よよこのみんな、ラスティオさんだよ。ラスティオさんと一緒に英語の一言フレーズを学んでみよう。実はラスティオさんも英語はうまく話せないんだ。だからみんなと一緒にラスティオさんも頑張って英語のフレーズを覚えるからね。それでは今回のフレーズだ、いってみよう。音痴です。 I'm tone deaf。 音痴です。 I'm tone deaf。 音痴です。 I'm tone deaf。 次はおじさんが発音してみるね。 I'm tone deaf。 I'm tone deaf。 どうだ、合ってるかい？こんな感じかな。次はみんなも一緒に発音してみよう。I'm tone deaf。 I'm tone deaf。 I'm tone deaf。 どうだい、できたかい？もう一回言ってみるよ。 I'm tone deaf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 。I'm tone deaf。 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 OK、 今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。概要欄にもおすすめリンクを貼っとくから見てみてね。チャンネル登録をすると新しい動画が公開されるときに見つけやすくなるから、チャンネル登録してみてね。あとグッドボタンもね。ではまた。 See you next time。